はい、トヨタ安城自転車道のパート3です。まだこの先も工事中はあるのでしょうか。それにしてもここは緑が多く静かでいいところですね。自転車道再開です。このままの調子で行ってほしいですね。用水に沿っての案内あり。用水に沿って、だからここは直進ですね。道案内あり。ちなみにこの道は国道153号線です。右手には市民文化会館というのがあるようです。懸念だった工事中は今のところないですね。ここには道案内が見当たりませんね。こっちで合ってるのでしょうか。左にそれっぽい道が。正解かどうかわからないけど、歩道を走るより雰囲気よし。でも結局歩道に戻ってきた。じゃあさらにこっちに行ってみよう。
で、この先はどうしたらいいんだろう。パート1の動画で一度走りに来たことがあるというようなことを言いましたが、正直この辺のことは全く覚えてない。考えてみればあれはもう10年以上前のことだもんな。でもなんとなくこっちな気がする。お、ここで左か。用水沿いだしと合ってるでしょう。なんか池みたいになってる。よかった、合ってました。でも今の道、きっと歩道橋を使って渡るのが正解でしょうね。これはこっちかな。こういうの専用道っぽくて好きです。はい、では今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ちょっとコースを見失って不安な場面もありましたが、前回までと違って工事中がなくてよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。